自然7度プレイ、7リミットの7度。展開型である、7の超2度。プレイ自然7度とは、周波数比が正確に7、4の音程である。7の、単7度、または、下単7度と呼ぶこともある。一般的なの純正単7度よりもやや狭く、より美しい質の音程である。自然7度は、第7倍音と第4倍音の間の音程である。ため、 バイオ列に由来していると考えられる。ナチュラルホルンでは、この音程を16、9の音程に調整して演奏されることがよくあるが、ベンジャミン・ブリテンのテノール、ホルンと減額のためのセレナードなどの作品では、間の7倍音が使われている。作曲家のベンジョンストーンは、音程が7の4分音だけ、低いことを示す、臨時記号として小さい7を49セントだけ、 高いことを示す臨時記号として逆さまの7を使用している。そのため第7部分音である自然7度は波長長の場合はビーノの上に7を書いて寄付される。また自然7度はバーバーショップ音楽の歌手が属7の和音を共和させる時にも使われており、これがバーバーショップスタイルには欠かせない要素になっている。自然7度は 増6度と比べて7のクレーズマだけ異なり、平均率の単7度よりも約6分音だけ低い。自然7度を用いると、俗7の和音が持つ完全5度への解決の必要性が弱くなったり、無くなったりする。自然7度を用いた続7の和音は、主音上で使用され、完全に解決した最終和音として機能する。ありがとうございます。